寒いね。すごいな、本当にこの河川敷っていうのは。東京の前回の喫茶泉さんから打って変わって、めちゃくちゃ普段のメガネチームらしいのかな。急に自転車の男をカップインしてきたけど、綺麗な夜景だな、また。うわ、いい音楽、またいいタイミングの音楽だな。かっこいいな、謎の自転車の男だよ。小鳥さんじゃないですか。はい。小鳥さんかい。皆さんこんなところで。いい雰囲気のところですね。何してんのこれ。え、何？相変わらず花木愛さんの小芝居入りましたね。え、どうしたの？いや、ちょっとメガネチーム。おお、かっこいいね。いいな。橋爪さん、ありがとうございます。めっちゃいい笑顔。いい笑顔、橋爪さん。いい笑顔、こんな笑顔俺見たことなかった、橋爪さんの。うわ、綺麗な絵だね。やっぱ、この辺やっぱね、晴れ大祭すごいよ、綺麗だよ。あれあれあれは、まあ、え？うわうわうわ、もう。弟子だからね、喫茶泉さんのお弟子さんだから、こだわりのあれですよ、豆を引いて。匂い、ああ
あー、いい匂いが。いいでしょこれ、最高だよ。シーズン1さんはね、コーヒー、自分で入れたコーヒー自己評価低かったですけどね。喫茶泉さんの店主はね、あの、人に出せるコーヒーだってね、お、ちゃんと好き言ってましたからね。そうそう、シーズン1さんが入れるコーヒーですよ。これが喫茶泉さんの、あー、これがね、はい、前回ね、チャレンジしました。なるほど、なるほど。あ、ちゃんとついてますね、よく見たら。真剣な表情。ああ、香りがいい。ああ、いいだろうね。こういう野外でね、コーヒー飲むっていうね。いいですよね。全然スキッターの関係ないところから、うん、打たれてる。これが難しそうですね。スキッターの意味が。ロボロ当ててるな。まあまあ、でもね。うん、いいですね。またいいですね、橋蔵兄さんが入れてくれるコーヒー。これがね、難しいんですよね。これ前回見ていただいたら分かると思うんですけど、このね、ちょびちょびっていうのがなかなかできないらしいんですよね。映像とこの音、見れるな、うん、見ちゃってるもんな。なになにさん見れちゃうよ。はい、そして真剣な橋蔵兄さん、真剣な橋蔵兄さんですよ。橋蔵兄さんのメガネ、橋蔵兄さんのメガネは別にいいけどね、橋蔵兄さんの、そうですね、目線がこう、もうコーヒー大好きですからね、橋蔵兄さんね。こういう入れ方もね、研究をされて、一切泉さんにいろいろ聞いて、こういうふうにやられてるんでしょうね。いいですね。してんな、香りがいいんですかね。どうですか。あ、すごい、なんかまろやか、いいですね。ペーパーで入れてるとやっぱり違いますか。いや、うまいですね。うまい、ペーパープラスこういう雰囲気が、まあそうですね、うん、やっぱ最高。ペーパーで言うと全然違うみたいですね。外で飲むのはね、本当いいですよね。やっぱり気持ちいいな。メガネチーム、ちょいちょいメガネチーム。わあ、いいね。笑っちゃうな。いや、それで、ね、シンクロしなくていいから別に。シンクロして飲まなくていいから。いや、もう分かったよ、別に。別にシンクロして飲まなくていいからね、別に。うん。普通どこ見てるの、二人して。いや、分かった、もういいって、もう。シンクロさせながら。ゆっくり飲んで、ゆっくり。ね。はい。いいで
ですね。いいですね。ああ、分かった分かった分かった。ね、はい。飲み終わったんですね。ゆっくりと、ゆっくりとフェードアウト。そして小鳥アリさんはいるんだよね、小鳥アリさんね。というわけで次回も多分この続きがわかると思います。ありがとうございました。次回もお楽しみに。